カオスとなるもの、お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお、いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う、私はカオスとなるものだ。ジャックと似てないか。かもな。だが俺の方が上だ。ジャック、しっかりしろ。ああ、もう氷の剣がやる。モロさん、モロメ、覚悟しやがれ。顔を見てやろう。待て、俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のもモンモン震えてる。私はネオン。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。
この世暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。この四人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。ああ、忘れてた。町はこうだったよな。え、あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類まれな戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり忘却は慈悲だ。へえ、誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。なあネオン、あんたがここへ来たのはいつだ？あれは10年前のような、昨日のような。と、だいたい以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。時にそこの娘よ、お前もクリスタルを持っているのか。一度お目にかかっているはずです。まあよい。四人ともクリスタルを持っているのだな。漆黒だがな。ついに光の戦士が揃ったか。そなたらを光の戦士と見込んで、ルカーンの予言のすべてを伝えよう。すべて？この世暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。戦士たちは光のかけらを携え、闇に覆われし四つのクリスタルに輝きを取り戻さん。この世界には四つのクリスタルがある。火、土、風、水の四つだ。そのクリスタルが闇に覆われた結果、火は暴れ、風は止み、海はよどんで、大地は腐った。民の心も混沌の闇に飲まれてしまったようだ。俺たちにクリスタルを覆う闇を何とかしてこいということか。ああ、引き受けてくれるな。カオス討伐はどうなる？すべてのクリスタルが輝きを取り戻したときに、お前たちはカオスを倒したと胸を張ることができるのではなかろうか。おうや、それはカオスはいないという意味だ。うん。
古来より伝わるカオスなる怪物の逸話。それは一つの希望だ。カオスを倒せば平穏が訪れるという希望。そう、カオスなどどこにもいない。しかし新たな希望が今ここに、こうしてしっかりと存在する諸君がいる。ああ、なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。今後のことは私から説明しよう。君たちが闇から解放すべきクリスタルの所在だが、まず北の端から大陸へ渡りプラボカへ行け。そして監督官のソンヌ長官を訪ねるのだ。頼んだぞ、光の戦士たちよ、我らの希望よ。時にセーラ様、カオス神殿にガーランドらしき人物はいませんでした。そうですか。つまりどこか他の場所にいるのではないでしょうか。気休めですがね。いいえ、希望です。失礼ながらセーラ様、ガーランド教とのご関係は？ああ、なるほど。ジャックの旦那、神殿から帰ってきたばっかだろ。大臣が宿代払ってくれてるんだが、うちで休んでくかい？ああ、うん、それがいい。そして探検の旅が始まった。そして探求の旅が始まった。
そして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として自らに与えられた使命の大きさと待ち受ける波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。その意味さえ知らずに4人が持つ4つのクリスタル、遥か昔その中には輝きが宿っていたという。さあ旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、平和の光を再びこの地に。あれ、俺たち嫌われてる？城から来たんだろ。だったら父さんの仇だ。父親はどうした？王様の命令でクリスタルを探しに行って海で死んだんだ。それは俺たちではなくカオスの仕業だ。王様にも責任はあるだろうが、本当に悪いのはカオスだ。そうだけど、俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって親の敵を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。ソンヌ長官はどこだ？長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる？向こうにある洞窟のその奥。探索するのも悪くない。しっかりついてこいよ。次も頼むぞ。
るか。ジャック、やってやろう。やれ。当然勝ち切る。あんたに頼られると力が弱く、開けてみよう。敵だ。降りかかる火の粉は払おう。何だ。やってなかったね。あって当然の相手だ。相手する？叩き潰すぞ。他の代物だ。嬉しいね。手当てしておけ。出てきたか。戦おう。弱いな。相手になら。つまらん相手だったな。ジャック、今がチャンス。ナイスだ、ジャック。キューブがある。調べておこう。
っと強くなりたい。宝箱か。対処するしかないな。張り切っていこう。頼りにしてるぞ。敵がいる。出るぞ。飲みてた。行け。だ。負けるわけがないだ。少しは成長できたかな。やるぞ、ついてこい。終わりだ。ジャック、調べてみて。ジャック、下に魔物がいる。始末したんですか。ガスだぞ。見ろ、闇が吹き出す穴だ。闇と意識魔物が吹き出した。まさに闇の噴出口だ。やれ、やれ。切り抜けたか。苦難があるからこそ強くなる。さすがだな、ジャック。これで新しい道が開けた。キューブを見つけた。調べておくか。
出てきたか。炎に近づくな。体力を無駄に消耗する。こっちの方が安全だ。急に発射だ。ジャック、まだ封鎖が張り付いてる。切り直す。相手する？また潰す。もう終わりだ。敵だ。降りかかる火の粉は払おう。やるか。ジャック、戦おう。手応えがなさすぎる。出てきたか。喧嘩してやるさ。手応えがなさすぎる。勝って当然の相手だ。やるか。もう終わりか。ジャック、物足りないって顔してるな。お出迎えだな。ジャック、今のは聞いていたぞ。勝ったな。いい訓練になったな。キューブがあるな。さて、どうするかな。相手にならん。圧勝だな。敵がいる。当てにやれ。
叩き込む。敵だ。迎えだな。宝箱か。敵がいる。開けてみよう。よく見た方がいい。
もらっておこう。相手する？当たれば一番大きな塔へ行けそうだな。あそこにキューブが見えたぞ。調べなくていい？やるか。先にいる。あれはキューブ。調べておこう。だが俺の方が上だ。うまくかわさないと危ないぞ。ああもう氷の剣が厄介だな。
ジャック、どうにかできない？まずい。愚か者め、覚悟しやがれ。Yeah!
なんだと？